ウラジミール・セルゲイエオビッチ・ディアドゥンは、ロシアオムスク出身のサッカー選手。ポジションは FW。FC ルビン・火山のユースチーム出身で、2007年にトップチームに昇格した。2008年は当時ロシアファーストディビジョンに属していた FC ロストフへレンタル移籍し、8得点を挙げ、チームをわずか1年でのプレミア復帰に貢献した。2009年は、 FC トムトムスクへレンタル移籍し20試合に出場したが得点を挙げられなかった。2010年は PFC スパルタクナリ地区へレンタル移籍し28試合に出場し10得点を挙げチーム内の得点王に輝くとともにクラブも過去最高の6位に輝くなど躍進の立役者の一人となった。2011年からはフルスルビン火山へ復帰している。 ロシア代表として U-21 代表で招集され、5試合出場歴がある。2011年10月、怪我で離脱したアレクサンドル・ケルジャコフの代替として招集されたが A 代表デビューはまだ飾っていない。ありがとうございます。